んにちは、せやです。今回ですね、ちょっと皆さんがドッキリやってくれやってくれっていうので、ちょっと今回も僕勇気を振り絞ったドッキリを今やるんですけども、一番手っ取り早かったんでこれ持ってきたんですけど、これちょっと見えますかね。 BOSE のサウンドリンクミニってやつにそれに繋がってるので、今僕が AV のサンプルを流したら向こうで爆音で流れるんですよ。もうその時点でやばいじゃないですか。いやちょっと怖いよ。まあでも仕方ない、やるしかない。まあどんな反応するのか楽しみですよね。ちょ、いきますよ。もう閉めてるな。僕が入った会社には地面に地え、何が？いや、何してんの？いや、普通にブリブリしてるよ。いや、なんかさ、そっちでさ、マッサージやったらなんかブリブリしてたような音じゃないような音が聞こえてきたんだけど、スピーカーから。スピーカーって何の？スピーカー、そこにあるじゃん、スピーカー、テレビの横にスピーカー置いてあるじゃん、あそこがあるんだから。何してたの？いや、普通に、したよ、こう。わけわかんない音聞こえてきたんだけど。何わけわかんない、どういうこと？いやいや、こっちは聞きたいんだけど。何してんの？え、ずっとしてるよ。絶対嘘でしょ。で、絶対嘘。いや、ほんとマジ、ガチガチガチ。何もしてないって、マジで。普通にブリブリしてただけだよ。もう絶対嘘、マジで、ほんとに。なんで嘘つくの？もういいよ、もうとりあえず早くトイレから出てきてくれない？ちょっと。なんで？ここ座っていいから。何？何してた？いや普通にうんこしてたって。なんで急にさ、こんなうぇーってしてさ、ねえ、ねえ私がさ、うぇーってなる理由わかるよ ね。いやだから普通に、だってさ、いきなり私がさ、ここでゆっくりくつろいでさ、マッサージしたらさ、あそこのさ、スピーカーからさ、変な音聞こえてきた。変なって？変な音聞こえてきたの。なんかやってない？私にとっては不快なような、不快な音が聞こえてきたの。どんな感じの？真似してみて。俺わかんないと思うってか、俺だって何も普通にだってやってたんだけど。なんで真似する必要があるの？笑んで笑ってんの？本当に本当にリアル。マジで何もしてないって。じゃあなんでさ、抜けてる？丸木声だったよ。繋がってたよ、トイレから。間抜けすぎない？ちょっと。それさ、聞いてたってここで。あ、なんかそこまでアホだと思わなかった。テレビから聞こえるような音じゃない音がさ、スピーカーから聞こえてきたんだよ。すげえ低音が聞いてた。いや、なんかすんごいどすい男の人の声と、めっちゃ高い高音の女の人の声が聞こえてきた。いや、それは知らない。俺はでもそうなのかもしれないけど、俺は普通だってブリブリしてるわけ。いや、もう本当に最初だってさ、聞いた時に、ん？ CM かなと思ったの。CM？ ね、CM かなと思ったの。で、そしたら一回音が止んだの。で、そしたら急にさ、なんかすんごいさ、低音のさ、男の人のさ、低い声の音どんな感じだった？クジラみたいな、なんかうーみたいな感じだった？そういう音じゃなくて、もう普通になんか喋ってるような音。それプラス、なんかめっちゃ高い声の女の人の声が聞こえてきたの。どんぐらい？張り詰めぐらい。でも俺じゃないよ、マジで。知らないし。誰が繋がったの、ブルートゥース？下の人とか。なわけないでしょ。ねえ、マジで本当に。下の階か、裏の多分90歳ぐらいの一人暮らしのおじいちゃんが多分
つけたってことは、そういういやらしいものを見てたってこと。なんでそんな怒ってんの。人の気持ちを考えてってこと。じゃあこれが隣に住んでる90歳のおじいちゃん一人だとしよう。その人の気持ち考えてみようよ。電波ジャックされてこの坊主が勝手に流しちゃったのかもしれないじゃん。そのおじいちゃんの気持ち考えてみようよ。取らない。おじいちゃんこうやってこうやって絶対取らない。90歳のおじいちゃんがこうやって暴れてたかもしれないじゃん、ね、俺はないもんだって。この後ジム行くんだよ。だって絶対なくない。ジム運動する前に、え、だってさ、体力なくて酸欠になるでしょ。それはない。ぶっ倒れそうになるよ。こうやってこうやってこうやってなるよ、ね、私助けないからね。助けないからね。自分がそういうことしたから体力なくなって酸欠になって興奮になるんだから。私には関係ないもん。こうやって倒れてんの俺、ね、あーって、ね、あ、ベルかもしんねえぞ。ほらちょっとムズムズしてるよ。猫になすりつけないの。猫には関係ないでしょ。まあそうだけど、だって俺普通だってイヤホンしてる。でも流れてたよ、ね、でも俺これしてないよ。イヤホンしながら、あれ向こうでイヤホンしながら聞いてたよ俺。イヤホンどこやったんじゃん。よっしゃ、イヤホン持ってなかった。入ってるって、ポッケに入ってるって。見してみ。じゃあ後ろにあるの何それ。これは何じゃん。ここにイヤホン充電されて繋がれてるけど。いや分かった。じゃ怒ってるか怒ってないかどっち。怒ってる。怒ってるの。なんで怒ってる。当たり前じゃん。私がここでくつろいでるのに、ここから聞こえてきたんだよ、うん、すごい。AV 見ることはいいよ一人で。じゃ今見る必要なくない。これからジム行くのにさ、最初からさ体力なくしてジム行くの。何しにジム行くの。逆にそれの方がなんか精神的に強くない。意味が分かんない。自分のミスだよそれ。ケアレスね。バンド組む。じゃあ一緒にケアレスミスみたいなさ。曲名何にする。セクシーインザトイレにする。ファーストシングル。すごいイライラしてきた。分かった嘘。ごめんごめん嘘。すごいイライラしてきた。分かったごめんなさい。一緒にトイレ来て。ちょっとさ調子乗りすぎじゃない。あ、何の調子乗ってる。調子乗りすぎじゃない。ほらそれが調子乗ってんだって。何じゃあ本当私怒ってるね今。分かった。来て。怒ってるんだったら そこで待って。じゃあ怒ってる。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 もう怒ってないじゃん。怒ってないよ。じゃん怒ってない、うん、怒ってないけどなんかもう絡みがうざくてイライラしてきて。絡みがうざい。絡むじゃん。絡みがうざい。もううざい。絡むじゃん。何をしてたかというとね。え、でもリアルにしてた。いや、ちょっとなんか臭くない。何臭いの。酔っちゃうよね、それ。いや、それ違う、それは普通に違う。違う違う、ブリブリしてたって。あ、いや、まあ、ブリブリもしてない。いや、結構、私結構ガチで切れたよね、今日。消えた、ガチで消えた。いや、あれは誰でも切れるよ。だから俺正直やるの怖かったよ。本当。うん、もちろん。あ、いや、でもドッキリだったら許す。まあ、でもホームビデオだからさ、こういうのも。まあ昔から俺がやってるのと変わんないでしょってこと。ああ、付き合った当初から俺がさ YouTuber になる前から変わらないでしょって。まあそ、まあそうだね。ちょっとドキつくなかったけどね。そう、ちょっときついけどね。、うん、まあ、一番最初のやられたきつさよりかは大丈夫でしょ。あの水に砂糖を入れるって。そうだね、精神的に。そう、あの別れる寸前になった。そう、別れる寸前になってしまった。たった数週間ぐらいで。そうだね。まあ、体勢ついてるからね。もう体勢ついてるから、もう多分こんなことにくじけない。くじけない。そう、くじけない。むしろちょっとこうやってやってやろうかなって。キモないぞ。陰キャのパンチ。もうこうやって陰キャのパンチ。これちょっとやってやろうかなみたいな。陰キャのパンチぐらいの体勢はついたから。じゃあ最後に、うん、みっちゃんにやってもらいましょうか。何を。あの声真似を。さっきの甲高いって言ってた。3、2、1、あおー。